ニュースなラジオ。皆さんこんばんは。新聞、うずみびの矢野宏です。よろしくお願いいたします。こんばんは。フリーアナウンサーの加藤なつみです。そして今日のキャスターはこの人。はい、毎日放送上田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。矢野さん。はい、今朝は。はい、この M. B. S. ラジオの朝放送されております。<laughs> はい、ありがとう。浜村淳です。はい、浜村さんの番組に出演されまして。ええ、そうなんですね。ニュースなラジオの P. R. も。はい お疲れ様でした <laughs>、えー。宣伝してきましたよ。<laughs> <laughs> ありがとうございます。はい、<laughs> ありがとうございます。どうでした？<laughs> 出てみて。あのね。 もう、ここに座ってたんですよ、実は。<あ>浜村さん、はい。同じスタジオでした、はい。そうなんです、小室。で、あのーえー、もう昔から知ってますからね。はい、知ってる人、知ってる人が、この、み、間近にいるという、それ、さすがにびっくりしましたね。緊張されました。はい、ちょっと、ちょっとだけね。<laughs> あのー。うん ご出演なさった時に、はい、矢野さんが発行されている新聞うずみ火についてもね,ね、はいうん、お話しされてましたけれども山村さん優しいなと思ったのは、はい、この「ニュースなジオだけじゃなくって、うん、新聞うずみ火の宣伝もしてくれたんですよ。はい、ありがたいですよね 実はこの番組ではですね、あの新聞うずみ火についてあんまり詳しくね、あの矢野さん控えめなのでお話しされてこなかったんですけれども、あ、そうかな。今更ですけどうずみ火という名前に込められた由来とか思いでどんなところがありますか。うずみ火というのは灰の中に埋めた炭火なんです。加藤さんは若いからあのいろりとか火鉢なんかで知らないでしょうね。火鉢を使ってます。はい。その炭火というのは これ水をかけて消してはいけなかったんですよもう、はい、でどうするかというと肺の中に埋めてうずめて、えー、翌朝新たな火種となるんですそれは消えることなく<あ>、うん、次の日もそう、うんうん。ですから私の恩師というのはジャーナリストの黒田清さんという方なんですが、はい、2000年の7月23日に亡くなったんですけれどもその黒田さんがまあ、生前一つ一つの家庭にある幸せを大事にしないといけないと でその幸せを根こそぎ奪ってしまうのが戦争なんだとだから戦争に反対しないといけない、うん、そしてその幸せを潰してしまう差別差別とも戦わなければいけないという反戦反差別の日本の柱でジャーナリスト活動を繰り広げていまして、うん、黒田さんが目指した社会というのは誰もが生まれてきてよかったと思える社会、うん、障害を持っていても、えー、そして、えー、年齢も関係なく性別も関係なくこの社会に生まれてきてよかったと。 思える社でそういう社会というのは実は戦争から一番遠いところにある社会なんですよ73年前によった戦争でどんなことが行われたかというとやはりあの、えー、目が見えない人はお前たちは耳が聞こえるだろうということで海岸に立たされて敵の飛行機が来たら教えろとうそういうこともやらされた。 そして精神障害を持った人たちはお前たちは戦争に行けない非国民だということで座敷牢に入れられてうん、うん、そして空襲にあって焼き死んでいった人たちが少なくないわけなんですねで、何よりも人の命が軽く扱われていたうん、うん、もう、えー、代わりはいつ何人でもいるんだということで戦地に送られて、えー、最後は骨も返ってこないあの石ころ、えー、白木の箱の中には石ころとか 紙とかそういったものが入って帰ってきたそれは家族にとってたまらないですよねだからそんな社会も二度とごめんだとだからあの平和な社会を私たちの代で受け継いで消すことなく次の世代にバトンタッチしたいなという思いで小さな新聞なんですけれども新聞うずみ日という新聞を毎月1回黒田さんの月見日である23日に発行してるんですよ うん、今一番忙しい時です。本当ですね。<laughs> あ<ー>、<laughs> そうですね。今日二十一日で,、ね、<laughs> です。はい。はい。そうでしたか、ね。今日でそしたら、終わったら、まず事務所ですか。<laughs> はい、<ー>はい、締め切り間近ですか。はい 矢野さん、はい、自らも現場へ足を運んで毎月発行されています、うんうん、新聞、うずみび、購読してみたい、読んでみたいという方は、はいえー、今夜、オンエア後番組のホームページにお問い合わせ先を載せておきますのでニュースなラジオのホームページを後ほどご覧ください。さて今夜の特集はアメリカ大使館移転のニュースについて毎日新聞エルサレム支局の高橋宗男さんにお話を伺います。 ニュースなラジオでは今夜も皆さんからメッセージをお待ちしています。ゲストの高橋さんに聞いてみたいこと、そして番組へのご感想などなど何でも構いません。お待ちしております。宛先はファックス大阪零六六八零九九零九零。メールは i-m-a mbs 一一七九ドットコム。今 mbs 一一七九ドットコム。ハは,は。 郵便番号五三零の八三零四。M. B. S. ラジオニュースなラジオまでお願いします。メッセージを採用された方には、番組特製のウエットティッシュをお送りします。今日も最後までお聞きください。さあ、まずは今日の主なニュースをお伝えするニュースピックアップです。はい、キャスターの上田さん。 お願いします、うん、はいかけ学園の問題からいきましょうねかけ学園の獣医学部の新設問題をめぐり、はい、愛媛県の中村知事は新たな文書を国会に提出したことを明らかにしましたいやそれはもう国で判断していただけたらいいんじゃないですか、ねはい、出てきたものは正直に、えー、出したというだけ愛媛県の中村知事国に判断していただけたら良いと、うん いうふうに言ってるんですけれども、はい、加計学園の獣医学部の新設問題をめぐって県は3年前に安倍総理が加計理事長と面会した時の記録などとする新たな文書を今日国会に提出しました、はい、中村知事によりますと柳瀬元総理大臣秘書官と県職員らの面会に関する文書について参議院予算委員会から提出要請がありまして、うん、県庁内を調査したところ文書が見つかったということです 文書には学園側からの報告内容として3年前、掛計理事長が安倍総理大臣と面談し獣医学部の構想を説明したなどと書かれています、うん、そして、安倍総理から新しい獣医大学の考えはいいねなどのコメントがあったとされています。うん 安倍総理はこれまで獣医学部の新設計画について去年1月に初めて知ったというふうに答弁をしていますので時期に矛盾がありま,す、ねすね、また文書には加計学園側が3年前当時内閣官房副長官だった加藤厚生労働大臣とも面談して、うん、今治市への獣医学部設置は厳しい状況にあると伝えられていたことも書かれています。うんはい この二千十五年四月に県職員らが柳瀬太郎元首相秘書官と面談者際の概要メモというのも含まれておりまして柳瀬氏が獣医学部新設の話は総理案件になっているなんとか実現をと考えていると発言したという記載があったということですねそれから姫県のこの文書によりますと安倍総理と加計学園の理事長が会食した時に獣医 医師養成系大学の設置について地元の動きが鈍いとの話が出たとの記載もあったということですねこれは大変な問題ですよ、安倍首相、えー、総理が、ま、去年の国会でですけども加計学園の獣医学部の新設計画をしたのはいつですかという、えー、質問に対して今治市の国家戦略特区の事業者に決定した2017年の1月20日ですと。 その時に初めて知りましたということを言ったわけですよね、はい、ということはこれ嘘ということになる、うんでえー、実はその前年の2016年なんですけれども、はい、え数えただけで7回、うん、家計理事長とゴルフ会食をしているわけなんですね、うん、だから、えー これを知ってたというふうに言えなかった。だから初めて知ったのは二月二千十七年の一月二十日だということにしたんですけれども、うんうん、おそらくね。はい、だけどもこの。 愛媛県のこの文書からいくともうすでに2015年の時には知っていたということになりますから、はい、これは大きな問題ですね、はい、明らかにその賭けありき、でうん、それになってくると賭け側は収賄の容疑も出てきますし、うんうん、で安倍総理は利益供与の疑いも出てきますよね、総理がどういうふうにコメントしたかという,、はい、もうことまで出てきてますから、うん、まあちょっとこのあたりちゃんと説明していただかないといけないですね。すねはい、はい えー、そしてもう1つなんですけれども、うん、こちらもちょっと大きなニュースになっているんですが、アメリカンフットボールの試合で、日本大学の選手の悪質なタックルで、関西学院大学の選手が怪我をした問題なんですが、怪我をした選手の父親が先ほど記者会見を開きまして、警察に被害届を出したことを明らかにしました。監督のの会見ででで真実を聞くことができませんでした私の息子に なぜ、あのようなことをしたのかあちらのチームのそれぞれの皆さんが正直にお答えいただいて真相究明をしていただきたい気持ちで被害届を本日出させていただいたということでございます。 はい、この問題、今月6日日本大学と関西学院大学のアメフトの定期戦で日大の選手が関西学院大学の選手に後ろからタックルしまして、関学の選手が右膝などに全治3週間の怪我をしたものです怪我をした選手の父親は今日大阪府警に傷害容疑で被害届を提出して受理されたということです試合は東京で行われていたため捜査は今後、警視庁が行うと見られています。 日大アメフト部の内田監督内田正人監督はおととい怪我をした選手や家族に直接謝罪し監督を辞任する意向を示していましたが、うん、反則プレーを指示したかどうかについては明言しませんでした。うん、えそして アメリカンフットボールの,この定期戦の,この悪質な反則行為によって関西学院大学の選手を負傷させた日本大学の選手が明日東京都内で記者会見をして日大の内田雅人監督とコーチの指示があったかどうかなどについて説明すると見られます。うんはい この後のコーナーではアメリカ大使館移転のニュースについて毎日新聞エルサレム支局の高橋宗夫さんにお電話をつなぎ詳しく伺いますニュースなラジオ今日の特集はアメリカ大使館エルサレム移転の波紋現地からの報告ですエルサレム毎日新聞のエルサレム支局の高橋宗夫さんと電話がつながっています高橋さん はい、よろしくお願いします。高橋です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。高橋さん、最初にびっくりしたんですけれども、毎日新聞というのはエルサレムに支局があるんですね。そうですね。はい、ございます。はい。もう降りですかこれ？え、あのもうですね、どれぐらいなのか、20年以上ありますね。え。高橋さんはいつ赴任されたんですか？私はですね、去年の夏です。7月ですね。はい。えっと。 そうそうこの事件をちょっと振り返っておきたいんですけれども、はいはい、1>, 1週間前になります1週間前の14日、はい、アメリカは、はいまあ、イスラエル大使館をテルアビブからエルサ,エルサレムに移転しました、はい、で、はい、東エルサレムを将来独立した時の首都にしたいと考えていたパレスチナは猛反発し,しますよね、はいはい、そしてえパレスチナ自治区ガザ,ガザでは、えー、抗議デモが続いています でデモ隊に対してなんとイスラエル軍は発砲してねえ分かっているだけでも死者がもう60人以上が出ているということなんですがえじっくりとその現地の様子をまた教えていただきたいんですがまず、ですねなぜトランプ大統領はこのアメリカ大使館をですねエルサレムに移したんでしょうか。 これはのもともと16年ですか、あの2016年の、はいうん、アメリカの大統領選挙期間中にです、ね、うん、トランプさんが公約に掲げていた、エルサムリンに大使館を移しますと、うん、えっとこれを実行に移したということがあります。うんうん、えもう一つアメリカからのの報道でよく言われるのはトランプさんが 非常に派手でですね。はい、大きなことをやるのが好きだと、ね、歴史的な意味のあるようなことをやるっていうのが好きだと。<laughs> うん、ええー、特にですねあのこれまでの大統領がで,できなかったこと、うん、これを私がやったんだっていう、うん、こういうアピールすることがですね大変好きなようだという、うん、そういう分析が行われています、ねはい。そうですね。うんうん、それとですね、はい、あのアメリカの議会がですね、うん、あの1995年 これはあのクリントンさんの時代ですけれども、はいうん、この時にですね、あにアメリカの大使館をテルアビブからエルサレムに移すのだという、うん、そういうエルサレム大使館法というのを、承認したんですね、議会が。あ95年に、えー、もうすでにですが、ですね、うん、歴代の大統領は、これまでその実際にこれを実行に移してしまうと。うん 大変なこの波紋が起きると、はい、大きな波紋が起きてしまうということで,そで、ね、うん、それの実行を止め,る止めてきたわけですね、拒否権を発動するような形で、うんえー、つまりです、ねえー、とトランプさんがその拒否権を発動しなかったということなんです、ね、高橋さん、あのはい、本当にそもそもというところの質問になってしまうんですけれども。うん なんでそのエルサレムに大使館を移すことでここまでの波紋が生まれるのかというのをもう一度簡単に教えていただきたいんです。はい、あのエルサレムを特徴づけているのはやっぱり宗教でありまして、はいえー、エルサレムはそのユダヤ教キリスト教、はい、それからイスラム教この3つの宗教の聖地と言われています。 それでですねあの歴史的にもこの三宗教が共存するような形で、うん、えやってきたという経緯がありましてこれがあの、えー、もう70年前になりますけどもイスラエルが建国宣言をしまして、はい、え建国されたそして第一次中東戦争が勃発するわけですその時に、うんえー、エルサレムの西側をですね、うんえー、イスラエルが。うん 確保するということになりました。なるほど、えー。その後、あの第三次中東戦争が1967年に起きるんですけれども、はいえー、この戦争でですね、イスラエルは、うんえー、エルサレムの東側、うん、東エルサレムを併合して、うん、その後に占領、あ併合じゃない、占領した上でその後に併合するんですね。うん、で同時にあの、えー、今あの。 ヨルダン川西岸と言われているところですけどもね、はいうん、その部分当時ヨルダンが治めていたところも占領しましたそれからエジプトが治めていたガザ地区、うん、ガザこれも占領しました、うん、こういうことが起きました、うん、それで特にエルサレムで言いますと、はい、その後ですね、うんえー、イスラエルは1980年にエルサレム基本法というものを作りまして、うん そしてあのエルサレムはイスラエルの首都であるというふうに宣言したわけですね、これを国際社会は認めなかった、はい、え認めなかったがためにえ特に国連がですねその宣言は無効だという決議を採択しましてですんであので各国の大使館はですねエルサレムに置かれずにテルアビブというところに来た置かれてきたというこういう経緯があります。これこれがこう なんて言いますか一方的と言いますか国際的なコンセンサスを無視するような形でアメリカがエルサレム首都と認定してだから大使館を移しますよというここうういとをしたわけですねなんとなくみんなで共通でルールを決めたはずなのにそれを一人だけが破ったような形が起こっているということですね。 平たく言うとそういうそう言ってもいいんだと思います。うんはい。で結局そのパレスチナ自治政府とすれば東エルサレムをまあ将来の首都にしたいという思いがありますよね。はい、だけど現実的にはエルサレムは東も西もイスラエルが占領しているということですか。そうです。そう,です、ね、うん。はい。なるほど。それとあのトランプさんはですね、うんはい、あのー、この宣言。 まあ、うん、エルサレムがイスラエルの首都だと宣言して、うん、それから大使館も移すんだと、はい、そういうことを言うこの一連の動きの中でですね、うん、ええー、まあ、なんて言うんでしょうかこのエルサレムの地位に関しては、うん、当事者同士が最終的に話し合って決めるものだということは確かに言ってるんです、うんはい、ですがその一方でですね、えー、もうエルサレム問題は、うん、あ交渉のテーブルから されたんだというようなこともツイッターに投稿したりしておりましてその本心がどこにあるのかちょっとよくわからないなというところもありましてパレスチナ側は猛反発しているわけですねアメリカの当局者との接触も今のところ拒絶しておりまして副大統領とか国務長官の中東歴訪の際にもですね ええ、打診はあったと思うんですけれども、それはもう、断っているような状況です。はい、ああ、なるほどうん。で、高橋さんは日々のその取材活動なんですけれども、オ、はい、リスッセラジムにいて。その市内は自由にこう行き来できるんですか。えあの、うん、その行き来はできます。できる。大丈夫です。うん、はい、しかし、そこから出ると。え、うん、え、えー、と、市内の中もですね、うん、やはり、その。うん アラブ人居住区とかかっきり分かれているものですから私は仏教徒で日本人ですのでどちらも行くことは特に問題なくできますけれども仮にユダヤ人がですねそういうアラブ人居住区に例えば一人で入ろうということになるとおそらく身の危険を感じるんじゃないでしょうかそれは何かゲートみたいなものがあったりするんですか街の中に。 エルサレムの中ではあのー、ほとんどありません、それはあのーうん、神聖なあの聖地のです、ねうん、出入り口とか、そういうところにその金属探知機をお置いて<ー>、えー、荷物を検査しているということはありますけれども、うん、エルサレム市内で、えー、ゲートがそこかしこにあるという、うん、そういう状況ではありませんね。んこのアメリカがそのエルサレムにその えー、大使館を移転したその日、5月14日なんですけれども、これ、イスラエルのこの建国の日ですよね、はい、ねあえてそういった日をう、はいうん、狙ったんでしょうかね、<laughs> やはりそうだと思います、インパクト、うんまあの、先ほども申し上げたように、はい、非常にこの派手好きといいますか、うん、目立ちながり屋さんといいますか、うん、やっぱりインパクトがある日をあの考えたんだと思います。うんうん なるほどそうすると、うん、この日になったんだなという感じですね。イスラエルにとっては建国の日ですけれどもパレ,ス、はい、パレスチナの人たちにとってはその翌日15日というのは故郷を追われて70万人の方が難民となる日ですよね。それを一、ねねうん、回思い起こして、はいその 我々はあの故郷に帰るんだっていうことを心新たにこうするっていうそういう日なんですね。5月15日が。もしもし。今少し電波が乱れております。失礼しました。もしもし。はい。あ、はい。大丈夫です。あ、はい。はい。すみません。はい。 えー、5月15日はそういう日になっていましてこの日に向けてですね、はいえー、この日、なくばの日というんですけれども、うんうん、3月の30日からですねはい、はい、パレスチナの,そのガザ地区ではですねこの難民がその故郷に帰る権利いわゆる帰還権というんですけれども、うん これを求めるという意味での、うん、大規模な抗議デモが始まりまして、はい、この亡く場の日まで続けるんだということで、うんえー、ずっと続けられてきたわけですね。ねですんであので、実はその、うん、毎週金曜日にですね大規模な抗議行動が起きて、はいえー、衝突が起きましてその衝突でも死者が出ているんです。ですんででですす月月日日だけではなくてですね3月30日から数えると、うん まあ今のところ110人を超える人,人が犠牲になったというふうなあ<ー>あの統計が出ております,ああす高橋さん、はい、あのニュースなラジオのリスナーさんから質問が届いているので、はい、あのちょっと答えていただきたいんですけれども、ヤタケタのクマさんから、<え>聖地を奪われるという気持ちが日本人の私には今一つよく分かりません、うん、パレスチナの人たちの気持ちはどのようなものなんでしょうかという質問です。 どあの,あのイスラムパレスチナの方々だけではなくてですね実はあの世界のイスラム教徒にとってもあの聖地なわけですよねエルサレムっていうのはサウジアラビアにありますメッカそれからメディナ、はいうん、それに続く第3の聖地と言われているのが、うん、あーエルサレムなわけですよね、うん、ですのでやはりあの宗教的なあの よりどころとなっていると言いますか、うん、エルサレムがないとうもう自分じゃないっていうような、そういうことをおっしゃる<ー>、うん、イスラム教徒の方々もいらっしゃいます、うんうん、なかなか難しいですよね、<あ>我々日本人にとっては、ね、なかなか難しいんですけれども大使館移転の,その、ま、式典の時ですね、高橋さんは,はい、はい、どんな取材をされていたんですか。 あの私はその日はあのガザ地区におりまして、もうあの車で2時間近く離れたところですので、私はイスラエル、あイスラエ,ルあのエルサレムにあのいませんでした、そのえ、うんうん、それで、ガザ地区の,そのデモの取材をしておりました高橋さん、あのガザ地区っていう場所は、実際に行った感触として、どんな場所ですか 地中海に面しておりまして、はい、え非常に本来であればで風光、ねうん、明媚なところと言っていいんだと思うんですけれども、イスラエルの封鎖政策の中で、ですね非常に困窮の度合いが増しておりまして、例えばあの、うん、電力なんですが、うん、1>, まあ1日に数時間しかつながらない。あの 供給されないいいいいっててううん、そういうそ状況がもう1年近く続いてるんですねあ,<ー>、はい、あと水なんかもですね、うん、かなり汚染されておりましてあとその下水ですね、修行なんかも海に垂れ流している状態なので海はかなりあのちょっと濁ったような色をしています、うん、本来は青々としているはずなんでしょうけども、うん、今、ちょっとかなり濁ったような、うん、えあと、ちょっとこう、匂、うん、いもですね。うん あの若干すするような感じですね、うん、海からの風の中にそういうにおいも混じっているという,そう,いう感じです、うん、やはりそれはあれでしょうかそのイスラエルが作ったその壁ですよね、はいえー、それがやっぱり大きな影響を与えてるんでしょうかねそうですね、壁,<鎖>壁もありますし、うん、そのやっぱり経済封鎖といいますか。 まあこれはあの実はあのイスラエルだけではなくてですねエジプトもそこに加わっていてエジプトもあとはあの実はあのパレスチナの中でもですねえ壁というか分断がありましてえガザ地区を実効支配しているのはイスラム組織のハマスという組織なんですがえヨルダン川西岸はですねあのパレスチナ自治政府の主流派のファタハという組織が、え。ー 落ちているような形になっておりまして、このファタハとハマスの分断というのも影響して、ガザガザはですね、ですからイスラエルとエジプト、それからあの身内のですね、パレスチナの同胞であるそのパレスチナ自治政府からも、こう何というか封鎖されているような、そういう状況なんですね現状は。なるほど。これハマスにハマスはその。 えー、割と過激的だというふうにこう報道では伝えられているんですが、はい、やはりそういったところ、あるんですかそうですね、うんあの、これまでやっぱり武,武装闘争といいますか、武力闘争といいますか、そういう形でやってきたものですから、うん、ただあの、2014年にですねイスラエルとの間で大規模な衝突、戦争にいいなったんですけれども、うん、それ以降は、ですね、うん、そういった形の武力 武力のぶつかり合いというのは今のところ起きていませんで、ここのところの,その経済的な困窮の度合いから、です、ねうん、な,なんとか抜け出そうという意味もありまして、うんえー、ハマスはかなりその武力攻撃をです、ね、控えているなという印象があります、はい、あそれがあの、うん、さらなるこの報復を招かないような形でコントロールしようとしているんだと思いますね。なるほど 高橋さんがそのガザでこう取材されて、ですねそのパレスチナの人たちの思いというか、どんな思いでこう生活されてるんでしょうかね、今そうですね、うん、あのやっぱりですね、うん、その今回あの、はい、ハマスの,その政治的なあ部門の幹部からも話を聞いたんですけれどもそのその時には、ですね彼はあの今回の抗議の行動にあのゴールが達成されるまでは、うんあの 続けるんだじゃあ、このゴールっていうのは何なんですかっていう、うんうん、そういうお話を聞いてたんですけども、はい、彼が指摘したのは3つ、その1つは先ほど言った難民の帰還権っていうものを、ですね、はい、国際社会にもう一度思い起こしてもらうんだう、うん、これが1つだと、もう1つは今回のアメリカ大使館のレス、うん、エルサレム移転に。うんえー 抗議するこ、はい、このことだと、うん、それから3つ目、これがあのガザが今置かれている、うん、悲惨な状況、うん、これに目をやって国際社会がなんとかここにこれを解決するための手だてを考えてもらうと、うんうん、これ、この3つのゴールがあるんだと、なるほどそういうことを言ってました、うん、で私が感じるに、やっぱりこの3つ目が一番大きいんじゃないかなと思いました、うん、目の前にあるっていう意味で。 一般の方々はどんな暮らしをしていらっしゃるんでしょうか。ですので、まず電気がないっていうのが、ですねあの非常に今、もうガザはですね実はもう今、熱波も来ておりまして、うん、日中40度近くまで上がっているんですね。暑いですねですけど、エアコンなんかはもちろん使えません。うん、それで、えっと その例えば扇風機を回すにしてもですね、うんあのー、扇風機を回しながら蓄電できるような、うん、そういうものが流行ってますね、今。そうすると電気が途切れた場面でも扇風機を回すことができるということですね。あとは商売としてもですね、はいあのー、電気を売るっていう商売が非常にはやっておりまして発電機ですね。うん、発電機を 大型の発電機を2つ、3つとあの、うん、所有している人は、それを近隣にです、ねうん、配電するという、あのうん、電力供給するという、そういう、うなんていうんですかね、うん、飽きない、飽きないです、ね、<ー>成り立っているという、うん、そういう形です、もうあの夜は電気が来なければ、うん、あの何もでき,できませんのでね。うん なかなか大変な思いをしていると思いますし、うん、水も汚いですし、うん、その衛生的ではない生活をですね、うん、送らざるを得ないという、なるほどね。そういう状況に置かれていますね。うん、今ちょうどあの、うん、断食付きのですね、生だんが始まりまして、はいうん、もう本当に大変な思いをされてると思います、ねあ。しかしそんな大変な生活の中で若者たちにとってはですね、想像するに何か将来の夢もこれ 描けないですよね。えー、そうなんです、ね。うん、の閉塞感がですね、ものすごくあると思います。うん、あの職業職職もないんですよね。あ,<ー>あのまあ、うん、よっぽどのコネがない限りは何かこう、うん、ちゃんとした職に就くことはできませんし、うん、あのかといって外に出て行って、うん、そのガラの外で何かするっていうこともできない。ね。うん、そのその後 本当に希望のない若者たちが今まで教えられてきたそのイスラエルに抵抗するい、うん、イスラエルの占領,占領に抵抗するんだといった時に、うん、具体的に何ができるのかというとう、ね、ガザの若者にとってはです、ねうん、イスラエル兵と対峙するというのはイスラエル領土の境界のところまで行ってです、ねはい、石を投げたりすると。 うん、それが唯一の抵抗の方法なわけですよね。うん、ですので、今回のデモでも、ですね、うん、教会に人が集まって、うんえー、そこに対しての抗議行動ということになるわけですね、うんうん、そのパレスチナの若者たちは、もう石を投げるしか攻撃の方法がない、そんな彼らに対してイスラエル軍は平気で発砲してますよね、これ。今回のそのそ がどういうふうになっているかと言いますと、うんはい、まずその、その教会の近く、まあ、100m、まあ、100ぐらいのところでしょうか、うん、そこにまずタイヤを燃やすわけですよねパレスチナの若者がですね、うん、タイヤを燃やしてもうもうと黒煙が上がってこれが煙幕のような形になります。うん、そこでこでう、えー 石を投げたりですね、はい、あるいはその,その煙幕をです、ね、目くらましとして、うんえー、境界上にこう有刺鉄線がぐるぐる巻きになっているんですけれども、うん、そこまで前進していって、ですね、うん、それをあの大きなハサミで切る、切ってそのイスラエル領にちょこちょこ少しでも入る、うん、例えばそこに彼氏がもの旗を立てる。うんうん それがあの今回の抵抗の手段といいますか抵抗の具体的な行動だったんだなと思ってるんですけれどもそうすると、ですね煙、うんまあ、幕で見えないっていうのもあるんでしょうけれども人がたくさんいるものですからそこにまず催涙弾が打ち込まれるわけですね、うん、これもかなり強力なやつなんですけれども、うん、これが見えないんでこのドローンを使って落としたりですね。うん、ドローン えー、それでその、うん、例えばその有刺鉄線のところの境界を越えて,き越えてくる越えてきそうだというところに対しての発砲が行われるんですけれども、うん、どうもそれだけなのかどうかよく分かりません流れ弾に当たっているのかあるいは狙われているのかよく分かりませんけれども、うん、随分離れた何百メートルも離れたところで。うんえー たまに当たっている人もいますしテレビカメラなんかは、ね、300、400メートル離れたところでこう、はい、映像を撮っているんですが、うん、そこにいる方たちにも当たっているようで今回、14日は十数人、うん、あのメディアにもけが人が出たと聞いておりますけれどもそうですので,すんでどういう形で発砲がですね、うん、あのどこを狙って、うん、どういう発砲をされているのかっていうのはちょっとはっきり分かりませんけれども。まああの 何が起きていいいるかというとそういうことうううそこなんですね、はい、高橋さんあの、リスナーさんからもパレスチナのデモ参加者とそれを抑えようとするイスラエル軍とでは投石対銃器で圧倒的にイスラエル側が強いという印象を受けるとあのメッセージをもらっております、はい、実際、うん、あのどういうふうに印象を受けられましたかという質問が届いてます、はい、あのそれはもちろんその通りです。 もう天と地の差があるんですえ、そうですあ通常からですねガザの中からどういうふうに例えばロケット弾というのが打ち込まれたりするんですね、イスラエル領に。これに対する報復は空爆でやったりするわけで、その規模の差というのはいかんともしがたいところがありますよねなるほどね。 あの過去の中東戦争を見るとその周りの,そのアラブ諸国というのがやはりあのパレスチナをし、はい、支援してましたよね、はい、しかし今回は、ね、ほとんどそういう支援の声が上がってないのはこれどういうういこことなんでしょうかこれはですね、うん、今の,あのアメリカも含んだ、はい、そのイランとの対立。 うん、これが非常に大きいと思うんですね、特にあの、はい、サウジアラビアなんかはですね、うんえー、スンニ派の名主と言われている大国なんですけれども、うん、イスラム教のスンニ派ですね、うんうん、こ,ここのサウジアラビアが、うん、あのイランともう,もう鋭く対立して、その流れの中でアメリカともお手を組むし、うん、実はあのイスラエルともですね、 そういうは一致するわけですよ、対岸っていうことでは。うんうん、そういうことであの、表向きはそういう話はまだないですけれども、水、うん、面下ではあの握り合ってるんではないかとかですね、うん、そういう憶測も出ておりますし、分析もされていますし、うんうん、そういう中で言いますと、うん、そのかつてはですねパレスチナ問題っていうのは、中東の問題の中の圧倒的な第一位だったわけなんですけれども。うんうん 今その対イランの問題がですね。<ー>えー、パレスチナの問題よりも上に来ちゃってるという。うんうん、そういう印象を私は受けます。なるほど。高橋さん、最後にですね。はい,はい。これからなんですけれども、私たち。はい、まあ、日本が、そしてまた私たちができることってのは何なんでしょうか。これはなかなか難しいと思うんですけれども。うんうん、今、あの、その当事者同士がですね。あの、全く。 話し合うが特にななんて言うんでしょうあのパレスチナの中でもその分断があるわけで,です、ね、統一的なパレスチナというものが生まれていないここをどうやってんて言うんですかね イスラエルとパレスチナもそうなんですけどパレスチナの中の,その分断をどういうふうに埋めていくのか、うん、ど,うやどういうふうに埋めていくのかその時に日本がどういうことをできるのかというのを考えていかなきゃいけないと思うんですね。うん、日本はあのパレスチナ支援というのはあの積極的に非常にやっておりますので口を聞いていくということはできると思うんですが、うんうん、いかんせん当事者がです、ね、もう対立し合っているものですから。はい これがどういうふうに本当にうまく持っていけるのかっていうのは非常にこう見通しとしては暗いなというふうに思っているんですけれども日本としてはまあその対話をですねえしていく環境をですねあのうまくこう間を取り持つというようなことができないかと,ですねというふうにあの期待しているところであるんですけれどもね、は。い 高橋さんどうもありがとうございましたこれぐらいも気をつけて取材続けてくださいねいはいはいありがとうございます、はい、どうもありがとうございました,いましたはいどうも失礼します以上特集でしたそれでは今日その他のニュースを伝えてもらいます ウェー,ダーアナウンサーお願いしますすはいお伝えしますまず自民、公明の与党と日本維新の会、希望の党は今夜働き方改革関連法案をめぐり焦点となっている高度プロフェッショナル制度の一部修正について正式に合意しました修正案では高収入の専門職を労働時間規制の対象外とする高度プロフェッショナル制度について一旦適用された後も労働者の意思で解除できる規定を追加します。うん、ただ 国民民主党の大塚共同代表はこの規定について強い立場にある企業側との合意を労働者が簡単に撤回できるのかと批判しています、うん、一部の野党が賛成に回ることから与党はあさって衆議院厚生労働委員会で採決に踏み切る構えで6月20日までの会期内成立の見通しが強まっていますこれに対し立憲民主党など主な野党は高度プロフェッショナル制度の導入自体に反対し徹底抗戦する方針で 与野党の攻防が激しくなりそうですなるほどこの高度プロフェッショナル制度というのは2015年今から3年前にも国会に提案されています、はい、でその時の当時の厚生労働大臣塩崎さんは財界、うん、人との集まりの中で、うん、年収1,075万,万円以上というのは労働者のわずか4%なんだと、うん、でものすごく少ないところからスタートすると、うん、でこう言ったんですよ。 小さくく産んで大きく育てる <laughs> つまりこれを法律を作ったらどん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 今は年収1,075万円以上だけれども下げていくよということ。<ー>ということは第一次安倍政権の時にホワイトカラーエグゼンプションというのがあって、はい、あの時はこれ残業ゼロ法案とも言われたんですがその時は年収400万円以上だったわけですね。ですから あの企業とか財界なんかは想定しているのはそのあたりではないかなだからこれは、えー、我々一部の1,000万円を超えている人たちの問題だけではなくっていずれ私たちにも降りかかってくる問題だということです。はい 次です政府は65歳以上の高齢者人口がピークを迎える2040年度時点の社会保障給付費が最大190兆円に達するという試算・試みの計算結果を公表しました高齢者の年金・医療・介護費用が大幅に伸びるのが原因で今年度のおよそ1.6倍に膨らむことになります 必要とされる財源を確保するには税金や社会保険料の大幅な引き上げが避けられず、うん、政府は消費税増税を含む給付と負担の見直しに向けた議論を加速させたい考えです。うん 一方厚生労働省は介護職員が2025年度時点でおよそ33万7千人足りなくなるという推計を発表しました2025年度には介護職員がおよそ245万人必要になるということなんですが今後人材確保に取り組まなかった場合の職員数は およそ211万人にとどまると,と,と、ね、足りませんね全く足りません、うん、はい。厚生労働省は介護職員の給与を引き上げるなどとしてきましたけれども、うん、引き上げるなどしてきましたけれども慢性的な人手不足は続く見通しです、うん、厚生労働省はさらなる待遇改善や外国の人材の活用に加え、うん、介護ロボットの導入による負担軽減に努める方針です、うん 高齢者が介護施設に入所するとき身元保証人がいない場合は受け入れを拒否する施設がおよそ3割に上るという調査結果が明らかになりました<ー>この調査は厚生労働省が民間のシンクタンク水補助放送券に委託して行い全国4900箇所の特別養護老人ホームなどのうちおよそ2400箇所から回答がありましたそれによりますとほとんどすべての施設が 契約書に身元保証人や身元引受人として本人以外の署名を求めていて、うんうん、そのうちの3割は署名がないと受け入れないというふうに答えました。 一方署名がなくても受け入れる施設は身寄りのない人が身元保証人を用意できないケースがまあ増えているんですけれども、うんそ,うね、そういった中、国は入所を拒否しないよう求めています、うん、介護施設側には費用の支払いなどへの不安が根強いので効果が出ていないという形になっています。うん えー、韓国のムン・ジェイン大統領は今日夕方、アメリカで22日に開かれるトランプ大統領との首脳会談に向けて、韓国を出発しましまた来月12日に予定されている史上初のアメリカと北朝鮮の首脳会談を前に、北朝鮮は首脳会談の中止をちらつかせるなど、揺さぶりを強めています。 文大統領とトランプ大統領は北朝鮮の真意をめぐり、対応を協議するとともに。北朝鮮の完全な非核化のための具体策や見、みか具体策や見返りについて。意見調整を行うと見られています。以上ニュースをお伝えしました。続いてはこのコーナー。10分で今を解説。担当は福本慎吾アナウンサーです。 こんばんは。よろしくお願いします,します、はい。よろしくお願いします。今日は何ですか?。はい、えー、このコーナーでもですね。うん、今の時代を生きる私たちが避けられない防災について時々お伝えしたいと思っています。うん、あ、福本さんは人と防災未来センターの。 特別研究調査員です、ね、ありがとうございます。うん、あの普段から防災の研究者の方や行政の方とどういう情報の伝え方をすれば人は避難してくれるのかというテーマについて個人的に研究しているんですけども、はいうん、今回のその防災のテーマ今日もですね、はい、避難についてです。いはい、まずですねやはり災害への備えというのは、うん、誰でもこれをやれば絶対大丈夫という画期的な方法はありませんよね。うんうん、ですので今日のリポートもですね、はい、もしかしたら自分はもうすでに 知っているわという方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、これを聞いて自分だったらどうすべきかと一緒に考えていただければありがたいです、うんうん、はい。今回のテーマは、うん、津波からの避難自転車の可能性はです自転車ですねはい、はいうん 東日本大震災を思い出していただきたいんですけども大津波警報や津波警報が発表されたとき高台や頑丈な津波避難ビルのなるべく上の階または津波避難タワーへすぐに逃げることが一番大切ですよね。国は 車での避難は渋滞や事故の恐れがあるので基本的に禁止としていたんですが一方で東日本大震災では車を使って避難できたケースもあったということで現在では原則徒歩ですが高齢者や歩くのが困難な人または歩いていける範囲内に避難場所がないケースでは自動車の避難を認めています。 2011年東日本大震災では車で渋滞に巻き込まれて命を落とした人もいれば、そうですよ。車だからこそ助かった人もいたわけなんですね。すうんうん、津波のキワキワをこう車が走ってる映像結構見た気がします。そういったケース助かったケースがあるわけね。あるわけなんですスピードはね。でそれから。 さまざまな議論が今日までされてきまして、徒歩か車かという二者択一。ではないのではないかというのが、今回取材したポイントで、自転車についてどうなのか調べてきました。まず、市町村は津波避難計画を作ります。そこに、自転車という文言を書いている自治体があります。千葉県の。 大網白里市というところで房総<ー>半島の太平洋側にある市なんですが、はいうん、海からおよそ3キロは津波が来るエリアなんですね。でこの大網白里市が2015年に津波避難計画を作るにあたって、うん、住民の方から、はい、自転車を使ってはどうかという声が上がってきたそうなんです。うん、原則大網白里市は、うん、徒歩自転車 バイクと書かれていますあなるほど、はい、考えたらそうです、ね、歩くよりは自転車の方が早いわけですから、時間との勝負ですからね、うねそうなんですよ、でまた徒歩と自転車とバイクをすべて中黒で書いていますので、どれが一番という考えでもないそうなんです、そして津波到達予想時間までに避難できない人に限って、車での避難としています。 だけど巻き込まれませんか？車で大丈夫かな,そうなんですよね？ここは確かに懸念するところですね。で、また、茨城県の上栖市では？はい、避難困難地域では、自転車による避難を推奨という風うに書いています。うーん まあ各市町村単位でこの津波避難計画というのは作っていくのでまだこう自転車という完全に文言を書いている自治体は少ないんですが今後もしかして増えていくかもしれませんでは続いては自転車で津波避難を実験した地域があるんです。 愛知県東部の渥美半島にある愛知県田原市とというところです市、はい、ここも南海トラフ巨大地震で津波の危険のある町なんですけどもおととし発表された論文で、うん、津波避難における移動手段と自転車活用に関する研究という論文がありまして、うん、この田原市では、うん、徒歩を原則歩いてが原則なんですけども、うん、田原市のある地域で住民の方に避難訓練をします。うん 徒歩か自転車かを選んでくださいと,<ー>という訓練を3回されました結果、はい、家の近くに高台の避難所がある住民は歩いて避難した人が97%でした一方で、うんうん、避難場所が内陸1 5キロとか2キロとか、うん、結構遠いところに避難してくださいねと予定されている人は およそ30%の人が自転車を使いましたその結果が、はい、平均移動速度、うん、歩いた人は1分で91メートルー自転車の人は146メートルしたがって自転車の方が1.6倍早く避難することができましたそうですよねそれはねこの結果について、うん 論文を書かれた執筆者の一人で津波避難を研究されている関西大学社会安全学部の奥村義弘准教授によりますと自転車での避難は徒歩より早く移動できるしさらにそもそも避難する気のない人にとっては少しでも避難しようかなと思えるきっかけになる可能性もあると言っています、はい。避難すす <laughs> 難するる気がななないいい人もいるのかか <laughs> <laughs> そうなんすう,んうん <あの S 1> でよ<も>ね諦めてしまうんかな はい、それもありますし、うん、東日本大震災では避難をそもそもしていない人が多くの方が亡くなっているんですよね。そっか自分は大丈夫だと思ってしまうそうそなんです、うん、どうしても避難している途中の方で亡くなったケースを私たちはいろんな映像で見ますけども、うん、そもそも津波なんて来ないんじゃないかと、うん、家に出ても安全なんじゃないかと思って避難行動を全くしなかった方が多く亡くなっているんですよね。ですので、うん、奥村准教授によりますと、はい、避難しない人というのは。うん どうううせ大丈夫だろうという気持ち専門用語でいう「正常性バイアス」というあ、はい、大丈夫大丈夫、うん、どうせ津波来ないよと思ってしまう気持ちが働くと。 ほんまに津波が来るのか信じてないけれども、うん、まあ遠くの避難場所まで歩いて行けと言われるとしんどいから面倒くさいとでも自転車だったら数分で行けるからまあ逃げなかったら怒られるから行っとこかとうか、ん <laughs> ね、という方に対しての効果も自転車にはあると。うんうん そううい効果があるわけね歩いて15分自転車5分だったらそういう意味でも自転車の効果はあるのではないかと奥村淳教授は話しています自転車避難の長所をまとめてみましたまず歩いたり走ったりする人で遅い人は自転車の方が速くなります特に避難場所まで遠い場合は徒歩の方が早く避難することができます。 さらに車と比べて乗り捨てがしやすいそうですねそれは車ですと車を一回乗り捨てようと思っても歩道に置いたら他の車の迷惑になりますよねそして周りの音や防災無線の音人の声が聞きやすくコミュニケーションも取りやすいそうですねそれ言えるこれが自転車避難の長所です一方で短所です短所。はい。夜など家族が集まっているときは自転車で各自で避難という判断はしづらい この時間、例えばご飯家族で食べていて避難しないといけないとなった場合どうしても家族一緒に避難したい場合は車を選んでしまいますよね自転車だと各自になってしまいますから他には地震で道路に亀裂ができたり瓦礫が邪魔をする場合自転車では乗り越えない乗り越えられない可能性があります。さららに冬場です雪が積もっていいる自転転車の運はしづ そうかか雪ね確かにそして坂道では運転がきついので乗り捨てになるかもしれない、うん、しかし、この点については電動アシスト自転車だとカバーできるかもしれないそんなことがあるんだ。 ということでですね、うん、自転車にももちろんメリット、デメリットあるんですけども、うん、まとめますと近くに高台がある場合、うん、もちろんそこに避難するのがベストです、その際は徒歩での避難がベストなんです、うん、でも近くに避難場所がない場合は車以外でも避難できるのにわざわざ車を使うことは避けたいですよね。うんうんうん、はい でもちろん自転車に乗ればすべて解決というわけではないんですけども、うん、最近の防災の議論で見落とされていたポイントなどではないかなと思います、うん、とりわけ若い人たちが体力ある人たちが車から自転車に変えることで、うん、高齢者とか障害者の方が車に乗って避難することで、うん、より多くの命を助ける可能性もあるかなと思いますね。ねなるほど、うん 近い時はやっぱりもう安心感があるからどこでも大丈夫ってさっきあの出たようにお話に出たようにちょっと遠い,時ははいちょっときは津波がいつ来るかっていうことも不安じゃないですか予測時間通りに来るかどうかもわからないですしそういう時はやっぱりスピードも欲しいということであ車だってな,りなるんですけどそこは自転車でもいいっていうことですね。 まあいざという時は本当にとっさの判断ですので近くに高台があるのか避難ビルがあるのかあと自転車というアイデアをぜひ頭に入れておいていただきたいなと思いますちょっとあの抜けてました。それ自転車 でのえね避難っていうのはねなかなかあとあの避難ビルとか高台がどのあたりにあるかっていうのも自分があの仕事はこのあたりだからとかそういう場所に応じて頭にインプットしておかなきゃね判断すらできないかもしれないですねあと旅行先ですねうっかりも楽しい気持ちでそんなこと忘れてますけども本当やね海の近くに旅行行った時そっかはい楽ですよぜひ旅行の最初にチェックがいいかなと思いますそうですねたし 確かにそれはそうだ盲点だわ、ねえ <laughs> うん、旅行行ってその近くにどんな避難場所のがあるのかっていうのはちゃんと押さえとかないといけないね福本さんありがとうございましありがとうございました今夜はこれで失礼しますありがとうございました